ということで、あの読みいただいてありがとうございます。ザ・マーキンズというバンドでギターを弾いているワグレと言います。よっワグレ男ワグレ32歳人生初の弾き語りの温かい目に見ていただければと思います。ではちょっと押してますか、すいません。1曲目、やってますバンドどうしてるすでにちょっとチューニングが長引いてまして、すいません押してますけども、あのやってますバンドザ・マーキンズというバンドのテーマを聞いてください。Yeah.
晴らしい部屋。素晴らしい部屋。素晴らしい部屋。ちょっとおかしい。もっそこ。あまりビールの首が。なんか食いやすい。だいぶ中心的だね。スポーツドリンク的だね。ボーカルであったりとかね、今日来てくれてるそこにドラマー2人も一緒にやってくれる人もいるんですけど、弾き語りって実はちょっと初めてですね。いつも誰かいるんで、なんか MC とかの掛け合いで喋ってこうなんかニヤニヤしてたんですけど、今日1人来る時に全員の視線がね、全員集まってくるそんなに悪い気分ではない、サンダラでもないんで、ね、自分の曲が何本かあんまり把握してなくて、押してるのか巻いてるのかわからないんですけど、次の曲に見たいと思います。この曲はボーカルの家で飲んでて、鍋かなんか来てたんですかね、その時になんか適当に僕がギター弾いて歌ってたら、あ、それええやんか言ってくれて、調子に乗ってそのまま作った曲でございます。ストブルーズという曲をください。関係ないんですけど、足が短くて足組むとなんかずれてくるんですね。今の演習はいらなかったですね。曲に行きます。Thank you.
しているなんか、それが先ほどザ・マーキンズというバンドをやってるんですけど、もう一個ですね、キック・ザ・ビート・ジャンキーズという、もっとこう、なんか、ロックっぽいやつをやってるんですけど、それで後輩の結婚式でいろいろやらせてもらったりとかですね、ちょっと音楽的には、大阪の位置だったかなと思ってましたね。まあね、今の年になって、こうやってこう、いろいろ音楽やってるんですけど、趣味でね。学生の時から音楽やってたんで、こう、その時はこう、なんていうんですか、プロでやって、飯食えたらいいなとか、そうそう、前やってたバンドの時なんて、ちょっとこう、おおみたいなライブハウスが出ませんかとか言われてたんですね。もしかして俺らいけんじゃんかみたいな、って正直あったんですけどね。まあまあ、いろいろあって、こうやって趣味でバンドやってるんですけど、まあ、誰しもこうね、プロでやっていけたらいいなみたいな思いがあって、そういう時期があったと思うんですけど、そういう時期の思いを曲にした曲は次の曲でございます。ございます。あの、バンドワゴンという曲を聴いてください。ついた日常と、ひりついた思い混ざっていく。
より一層いろいろやっていったり、それこそなんか音源とか取ってですね、皆さんに配れるような本を作れたらいいなと思ったりしてますので、どっかで、なんかね、またご縁があって見に来てもらえたらですね、よかったら、またちょっと、やっとるやないかと思っていただけたらなというふうに思っております。今日はお聞きいただいてどうもありがとうございました。では最後の曲に最後の曲を歌います。どこからちょっと笑ってしまいましたが、今日はどうもありがとうございました。最後の曲です。アローンアゲインという曲を聴いてください。Thank you.
ではマドックス